日本が進めている F2 戦闘機の次期戦闘機計画ですが、別名 F3 計画と呼ばれているようです。この準国産を目指して計画されている F3 戦闘機と同時に配備される予定とされているのが、AI を搭載した無人戦闘機です。今回は、この無人機などについて見ていきたいと思います。有事の様子は、記録されている100年前の第一次世界大戦などから比べると、全く別物になりましたね。塹壕戦などと呼ばれる悲惨な有事を経て、たった一つの爆弾で何万人もの命を奪った有事、そして現在は、ボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく、名前を知ることもなく殺すことができる有事になってしまったのです。自分が殺す相手の顔を見ることがない、効率的ではありますが、非人間的な冷酷すぎる有事が現実化しつつあるのでしょう。2021年5月、防衛省は、現在開発中の F2 戦闘機の後継機として、国産次期戦闘機と連携して使用される無人機の実証機開発関連費を、2022年度予算の概算要求に盛り込むという方針を公表しました。この次期戦闘機は、国内企業グループで開発を進めている機体です。2030年代半ばからの配備を目標としていると聞きます。開発内容ですが、作戦や任務遂行のための基本となるミッションシステム、兵装やセンサーなどを統合、連携させるやインテグレーション、統一、複合、一体化技術だけではなく、兵装武器を統合する火器コントロールシステムなどについても研究を進めているようです。無人機に関しては、蒸気のシステムとの連携は当然ですし、無人機そのものの自立飛行性能も要求されているのです。自立飛行というのは、パイロットは常時操縦するわけではなく、遠隔操作で監視をしている。そして、必要な時だけに操縦するということなのです。ということは、この操作も、自分が殺す相手の顔を見ることがなく、行われるということになります。この無人機は、次期、戦闘機艦上で運用される見込みになっています。作戦空域近くで射出され飛行し、より危険な前線空域に展開、搭載破破機、つまり次期戦闘機の誘導コントロールに従いながら、自立飛行できると見られています。無人機のメリットですが、何と言っても、乗員、パイロットの人命を守れるというのが、最大のメリットでしょうね。それだけではなく、有人機ではできない、運動性能が十分発揮できますし、コックピットスペースが不要になるので、そのスペース分が小型化できます。そして、パイロットがいないので、その分の重量が減ります。となると、その分積み込む燃料も、増やることになりますね。燃料が増えれば、航続距離は伸びますし、兵器の搭載量も増やせる計算になります。当然のことですが、機体の形状にも、影響は出ます。機体の凹凸が減らせるというメリットがあるのです。凹凸が減れば、ステルス性能向上に結びつきます。経費の面でも、有人機と比べると、必要経費は大幅に減ることになります。パイロットの人件費も削減されましたよね。そして、極論ですが、ミサイルのように、使い捨ての戦闘機として活用することもできるというわけです。使い捨てと言いますが、マスクやコンタクトレンズ、カメラじゃないんですから、注ぎ込む巨額経費を考えれば、簡単に使い捨てにして欲しくはありませんよね。廃棄された機体から機密情報が盗み取られるという恐れがあるという意見も散見しますし、実は、
防衛省内では、無人機開発構想が以前からあったそうです。航空自衛隊がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークのように、遠隔操作できる無人機研究も進められていると言われます。遠隔操作できる無人航空機といえば、アメリカのグローバルホークと並んで有名なのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーです。バルキリーというと、80年代一世を風靡したアニメ、超時空要塞マクロスを思い出す方もいらっしゃるでしょうね。有事アニメと歌姫という異質なものを同時に存在させ、今に続く戦闘美少女という流れを作る一助になったと言われています。余談ですが、放映前には、ヒロインのミンメイを、宇宙のリリー・マルレーンと、形容していたようです。放映が始まったら、この形容は、使われることがなくなりましたが。さて、現実のバルキリーを開発した会社ですが、アメリカの軍需産業界では、ほとんど名が知られていなかったクラトス社です。このバルキリーは、AI を搭載し、亜音速飛行と長距離飛行を可能にした自立飛行無人機です。バルキリーの初飛行は2019年平成31年3月でした。初飛行の成功以来、何回もテスト飛行を重ね、2年後の2021年3月の6回目のテスト飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと発表がありました。バルキリーから打ち出されたドローンは小型無人航空機アルティウス -600 と呼ばれています。アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などを実行できる優秀な機体と言われます。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システム実戦配備を目指してスカイボーグ計画を発表しました。この計画の実現によって無人航空機群を組織化し低コストで運用、維持が可能。紛争地域ではスピーディな行動ができる。敵に決定的な打撃を与え、侵攻が阻止できることになると述べています。では日本を見てみましょう。防衛省は、無人機の運用範囲について、偵察機、戦闘機など、あらゆる機種を想定しているようです。コンピュータが、機体設計を行う、デジタルモックアップ技術を活用する研究を進めていると言われていますし、次期戦闘機に付随する小型無人機も、その研究の成果ではないかと見られているのです。防衛装備庁は、2016年、平成28年8月、将来の無人機装備に関する研究ビジョンなる論文を発表しました。内容としては、航空無人機研究開発が中心でしたが、2019年以降は、第3分類無人技術検証として、遠距離見通し外の運用型無人機技術検証に注力する予定としています。その後は、第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を継続していくだろうと思われます。この研究ビジョンによると、無人機研究については、前述以外にも、近距離見通し内での運用型、特殊飛行型、携帯型、ドローンなどが挙げられているのです。そして現在も、このビジョンを基本にしながら、実態に即した無人機研究開発を進めていると推測されます。ここで、ドローンについて改めて振り返ってみます。一口にドローンといっても、用途によって様々なものがあります。農薬散布、小型の荷物配達だけではありませんね。今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携させる無人機の種類ですが、
強引に表現してみると、近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルではないかと感じます。世界各国が無人戦闘機開発を進めている流れに乗り遅れないためでしょうが、日本の F-15J 戦闘機の近代化改修計画が膠着状態になっていますから、アメリカより早く開発成功の可能性がある第6世代次期戦闘機と連携を進めようとするのはごく自然なことでしょう。パイロットの疲労を防ぐことができる無人機戦闘機開発については、日本のみならず、すべての国が注力していると言ってもオーバーではない現状です。2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局は、ロングショット開発計画なるものを発表しました。同時に、国内3社に、空対空ミサイルを搭載し、敵機を攻撃するためのドローン設計も発注したそうです。このドローンは有人機から操作するので、母機の有人機を敵機から防衛する盾として使用されることになり、搭乗員の疲労をさらに減らせるだろうと考えられているのです。アメリカとロシアは、搭載可能なドローンタイプの無人機のほか、現在所有している第5世代や第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機をセットにして、チーム体制で運用も図りながら、開発を進めているらしいと漏れ聞こえてきます。こういった観点から見ると、日本は遅れているのではないかという声があるそうです。そう言われても、防衛費には限りがありますし、無人戦闘機にだけ使えるわけではありません。文福茶釜ではありませんが、無人像に予算が湧いてくれば、とないものねだりをするのは日本だけではないでしょうね。だからこそ、限りある予算をあちこちに分散して消費してしまったら、すべてが中途半端になってしまうのではないかと危惧する意見があるのです。今は、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎつつ、連携させる無人機開発を同時進行させるということに集中するべきではないかと思われます。